全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タラです。本日も道志の森に来ていまして、今3時ぐらいで、やっぱね、こう日が落ちてきて寒くなってきました。で、僕、今初めて見るテントが後ろにあって、ちょっとそちらの方に取材行きたいと思って、今から声をかけてみます。行ってみます。すいません、こんにちは。こんにちは。どうも、初めまして、タラチャンネルのタラと申します。いつも見てありがとうございます。あまりにもこうテントが知らないテントで、いろいろお聞きしたいと思ってやってきました。はい、あったかいですね。あったかいですね。今日はこれから一泊って感じですか。そうですね、今日から一泊です。よく道志の森にはいらっしゃってるんですか。道志はそうですね、来ますね。おー、はい、これ貼ってます。いつもいつもはだいたいサーカス TC を。あ、そうなんですね。はい、いや、僕本当に見たことないなと思ったんで、ちょっと後でいろいろ聞かせてください。はい、道志以外だとなんかどういったキャンプ場に行かれますか。道志以外だと、ふもとっぱらとか、あとは元福周辺があって、あ、はい、行くんですね。はい、ご飯キャンプ場みたいな。ね、キャンプ歴でいうとどれくらいあられるんですか。キャンプ歴どんぐらいだろう。まあ、本格的になんかじゃあやり始めたみたいな。こういう感じでキャンプやり始めたのは多分5、6年ぐらいだ。まあ、それまでもなんかちょっと違った形でちょっとやってたみたいな。そうですね。あ、基本はソロキャンプですか。基本はソロです。はい、ちょっとじゃあキャンプギアについていろいろお尋ねしたいんですけど、はい、まずじゃあこの焚き火台、はい、これはもうずっと使われてます。使ってますね。スノーピーク、はい、スノーピークの大きな方ですね。大きい方ですね。はい、やっぱこう薪も全部ドーンと乗せられていいですね。そうですね、焚き火好きなんでやっぱ大きい方がいいな。うん、これでもう一日中燃やしてるわけですね。燃やしてます、はい、昼間から。ありがとうございます。はい、で、お座りになられてる椅子、はい、こちらはどこのでしょうか。これはどこだろう。メーカー特にないと思うんですね。これも長く使われてるんですか。これも結構長いです。3年ぐらい今使ってる。3年ぐらい、はい、特に不具合もなく。あ、全然問題ないと思う。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ちょっとさっき気になったのがこの2つ気になったんですよ。あ、これですか。はい、これは普通のあのオピネル。はい、オピネルですか。はい、あ、つけてるんですね。そうですね、これつけて、ブレード黒サビで加工しちゃって、はい、だいぶ剥げてるんですけど。だからいや、なんかデザインが変わってるなと思ったんですよ。はい、つけてたんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、で、こちらはこれはあの焚き火やるときのファイアスターター。ファイアスターターですね。ほう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 。うん、これは どこのメーカーですか。これはどこだろうな。なんかデザイン気に入って買ったみたいな。気に入って買った感じですね。うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、で、ちょっとなんか魅力的なものがすごくあるんですけど、これ、はい、これレディロードランタン。この色いいですね。そうですね、気に入って買いました。真鍮とかですか。真鍮だと思います。はい、これ結構高いんじゃないですか。そう、まあまあまあぐらい。いや、そんないかないです。2ちょいとか。いや、そこまでいかないです。あ、そうなんですか。はい、おやっぱいいですね、このレディロードランタン。ね、なんか雰囲気はやっぱいいですね。はい、結構長く使われてます。これはあんまり出てる回数はそんなには使ってないです。あ、そうなんですね。まだ 3,4 回とかそんな感じです。はい、いつもは別のメインですか。いつもはあのヘアハンドのオリランタン。黄色です。黄色、はい、あーはーはー、お使われてる。はい、じゃあ今日はこいつを引っ張り出して。そうですね、はい。で、このランタンポール、はい、これはこれどこなんですか。これはどこだっけな。これもごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、すごい軽いんですよ、それ。これが。はい。で、設定を下に刺すと。そうですね。これをペグ刺して、穴に入れると、ね。はい、そうですね。で、この横に、まあ、キッチン的なご飯を食べるところがあって、はい、このテーブルは、これはハイランダー。ハイランダーのテーブルで、はいはい、上にあるこの。それはあのコベアの。コベアキューブですね。これとかって、あ、それも自分で作ってつけちゃう。あ、横でつけたんですね。はい、で、お鍋は食べられたんですね。いや、これからこれか ら, これから、ね、あ、今だ、準備中とか。お昼でラーメン食べちゃう。あ、そうなんですね。じゃあ今日はこれから鍋ですね。そうですね、最高です、ね。はい、楽しみです。はい、で、後ろに行ってこの箱は何さんですか。あ、これはもう燃料系をだいたい入れてるんで。あ、炭とか豆炭とか、はい、あ、で炭があって燃料があって、はい、あ、そういうことですね。そうですね、うんうん、でこれを入れて、はい、でこちらでこっちも同じような感じなんですけど、うんうん、荷物入れて、ね、持ってきてると、ね、はい、でジャグがあってこれマイナーズランタンです。そうですね、はい、結構大きいですね。これ大きいサイズの方ですね。これがお結構このサイズも
初めてかもしれないです。明るいですか？あのまあまあぐらい。まあまあ。まあまあまあ。まあ進化したいですもんね。あ、そうですね。まあでもいいですね。この金と金のテイストが。そうですね。合ってるんで、はい、非常に。で、ちょっと僕メインに出てきました、はい。これはテントとタープがセットで売られてたんですか？いや、違います。別々ですね。メーカーは？メーカーも別々。別々なんですか？です、はい。じゃあまずじゃあテントを教えてもらっていいですか？はい。カーカムスですね。アメリカのメーカーですね。あ、結構しっかりしてますね。はい、フルコットンですね。あ、そうです、はい。じゃあ重さも、重さはすごい重い。それなりに、はい。で、四角、四角って感じなんですか？四角ではないのか。形状がなんか、そうですね、特殊ですね、はい。設営はどうなんですか？設営はペグダウンが結構細かいんですけど、うん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 、ペグをやってちゃって、あのスプリングバーっていうのが、はい、あの真ん中のバーなんですね、はあはあ、あれが2本に分かれてて、はあはあ、でそれをこうはめ込んで真ん中にあれでカバーをすると、もうそれでテンションかかっちゃうので、設営自体はそんな難しくないんです、ね、なるほど、はい、でこれ、入り口がこちらに、はい、はい、そうです、1つ、そうです、1つです、あると、はい、もしよろしければちょっと中も拝見したいんですけども、どうぞ。ここで開いて、はい、うわすごい、これいいですか？あ、どうぞ。お邪魔しても、はい、ちょっとじゃあすいません、失礼いたします。おお、この頭部、はい、かっこいいです。日線のゴールドフレームっていう。日線ですか？はい。え、これなんかすごいなんか昔の感じしません？そうですね、もう販売終わっちゃってるみたいなんですけど、はい、オイルランタンみたいな感じで作るんですか？あ、すごく明るいですよ。明るいです、うん、あの石油ストーブなんですけど、はい、すごいランプの、あ、つけます、つけますか？いいですか？はい、これはまあ危なくないようにしてるんです。そうですね、はい。これはテンション上がりますね。あ、そこで開けて、明るい、こんな感じ、めっちゃ明るいです、明るいです、ランタンの感じになります。しかもこの炎の感じめっちゃいいですね、はい。え、これもう売ってないんですか？そうですね、中古品ではちょいちょい出てるみたいですけど、うわ、あ、でここで火加減が調整できるんですね。そうですね、はい、あ、まあ、ちゃんと暖かいですね。そうですね、で、まあ、ガラスとか温まったらもっと暖かいですね、はい。これ夜眺めながらいいですね。ええ、あの落ち着きます。最高ですね。はい、で、まあ、これをそうですね、まあ、かぶせて、はい、で上に、まあ、これをパンを置けるように、あ、そしたらまあ自動的に循環させますね、回ってくるやつですね。はい、そうですね、はい、うわ、これすごい。ただ出力自体はそこまで、はい、火力的にはそんな強くは多分ないと思うんですけど。いくらぐらいするものですか？これ定価がいくらだったんだろう、ちょっとわかんないです。買ったのは8万。あ、自分はもっと全然、あの知り合いからって言った、あ、お安く譲っていただいたみたいな、はい、しかもこたつもあるんですけど、ね、今日こたつを、はい、持ってきました。これはあの なんていうんですか、ね、リアルこたつですか？あ、これ普通のこたつなんですけど、電源はないんで。あ、今回はなしで、あの豆炭アンカーを中に。豆炭アンカー、はい、ほう、さっきあの、あったんですけど、豆炭ですよね、豆炭入ってるんですね、はい、これ1個入れて、え、これ1個だけ入ってるんですか？そうですね、これ入ってるんですか？入ってます、あったかい、あったかいです。これで、はぁ、中で毛布にくるめとくと足にとあったかいので、うわぁ、すげぇ、湯たんぽ的な。あ、そうですね、結構持つんですか、これ？これ20時間ぐらい、これ1個で、1個で、はい、持っちゃうと思うんで。すごいじゃないですか、これ、はい、湯たんぽどころじゃないですね。どころじゃないです。だってあれが1個あれば、はい、これに詰めたら、まあ、そうです、そうです。1日持ちますね。だから夜これに寝るとき中入れちゃうと入るみたいな感じになるので。これいくらぐらいするんですか？これはそんな高くないですよ。4、5000円ぐらい。4、5000円ぐらい。はい、箱が。箱っていうか、そうですね。これが5000円ぐらい。そうですね。じゃああとは豆炭だけ買えば。豆炭だけ買えば。豆炭なんかだって1個だからもう。もう全然安い。相当使えますもんね。はい。これめっちゃいいじゃないですか。白金回路を知った時のぐらいのなんか驚きですね。あ、じゃあちょっとこれをじゃあ、そうですね、あったみたいな。で、はい、この上のこれ、これまたなんかカピカの、これは
オイルランプなんですけど、はい、スウェーデンかな、はい、アールスプローナっていうメーカーのオイルランプ、はい、これ初めて。これも結構明るくて気に入ってる。しかもこのなんかこう立て方の感じ、これって銅ですか？それそうですね、銅ですね。銅でなって、はい、しかもあれ下にここにあれが入ってますね、あのそこそうですね、燃料入ってますね。あ、細かいですね、こうデザインの。そうですね。え、あ、ここもね、はい、あ、もう一度お名前聞いてもいいですか？カールスクローナ。カールスクローナ、はい、あ、ここにも情報が、そうですね、光のマークが出てますね、はい、はい。まあ、じゃあこの雰囲気のままちょっと聞かせていただきたいんですけど、はい、このじゃあ寝床っていうのめっちゃ暖かいですね。暖、はい、かいですか？すごい、よかったです。本当に暖かい。この寝床は今回はコットですか？これコット、ハイコットですね。何のコット使ってますか？これハイランダー。ハイランダーのコット、はい、で、普通に寝袋的なのはどうするんですか？寝袋あんまりも好きじゃないんですけど、ほうほうほう、一応コールマンの、あ、うん、あるんですね、これぐらいあれば全然高いんで、まあ、なんか3シーズンぐらいの感じですね。そうですね、うん、まあ、はい、こういうのがあれば、はい、基本かなり、まあったかいと。そうですね。で、ここにもう一つベアボーンズのランタンがあると、はい、はい、そちらの横、この点を聞きたいんですけれども、はい、この可愛らしいこの子は、あ、それはもう物入れだけですね。持ってきてる。はい。全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。ただいま、チームタナで編集者を募集しています。YouTube の動画を編集していただくんですけれども、タナチャンネルの裏側のオフシーンだったり、そういったところも見れますし、あとは僕らがどういうふうに運営をしているのかとかも、結構細かいところまで関わっていただくことができるので、ぜひ興味がある方はご応募お願いします。これが、あ、それは今日ちょっとワインの夜飲もうかと思って、ホットワイン、それカルディで売ってるやつですね。これ、はい、温めて飲むわけですね。はい、このラック自体はこれはどこなんですか？結構無名だと思うんですよ、ね。ああ、やっぱり天板を入れて使うタイプです。そうですね。あれ、コーヒーもあるんですね。はい、コーヒー大好きなんで。あ、そうですね。はい、前何かコーヒーのグッズでこだわりとかあるんですか？これ見るとこですか？これメーカー多分ないと思うんですけど、結構長くずっと使ってます。あ、使われてる。はい。で、まあ豆入れてきて、はい、これでドリップすると。はい、最後に、はい、このタープ。はい、こちらのタープは、これはどちらなんでしょうか？これはタープオンディセンバーっていうメーカーのタープで、オーダータープですね。オーダーした、はい、柄をオーダーした。そうですね。本来こういう柄がないんですか？自分で要は、そうですね、選べるサイズと、あとこういうマチの部分だったりとかを自分で選ん でそれを作っていただけるっていう、はい、あ、じゃあ、まあこのテントに合わせて、そうですね、まあ、テイストを統一したと、はい、そうですね、いうことなんですね、はい、いや、今日はもう本当に統一テンション上がったかもしれない。 ありがとうございます。とても楽しい取材でした。ありがとうございます。今日もごゆっくりお過ごしください。はい、すいません、ありがとうございました。